ピエール・リュック・ラ・フォレストは、カナダ連邦・ケベック州、春出身の元プロ野球選手。1995年の MLB ドラフト16巡目で、モントリオール・エクスポズに指名され契約するが、ルーキーリーグで2試合に出場したのみに終わり、シーズン終了を待たずして退団。1996年の所属先はなく、1997年に、タンパベイデビル・レイズと契約。 長いマイナーリーグ生活を経て2003年9月2日の対シアトルマリナーズ戦で9番指名打者として MLB デビューを果たし6打数に安打だ1打点をマークする2005年オフにウェーバーにかけられ2006年はサンディエゴパドレスと契約開幕前の3月に開催された第1回 WBC のカナダ代表に選出されているパドレスでは2007年に MLB に昇格したが、シーズン途中に、ウェーバーにかけられ、フィラデルフィア・フィリーズに移籍した。2008年4月18日にフィリーズを解雇され、同年以降の MLB での出場はない。同年10月29日30日に、NPB の埼玉西部ライオンズの入団テストを受けたが、不合格に終わっている。2009年は独立リーグのカナディアン・アメリカンリーグに、 加盟するケベックキャピタルズ及びメキシカンリーグでプレー2010年は台湾プロ野球のコーノーブルズの入団テストを受験するも入団には至らず、独立リーグのアトランティックリーグに加盟するサマセット、パトリオッツでプレーしていたが、シーズン途中でケベックキャピタルズに復帰した。2007年に 3A で29本塁打を放つなど、パワーを生かした強打が持ち味。 対して守備力は低く、嘆きを生かして一類種や三類種として出場することも少なくない。ありがとうございます。